あなたの心にイルハート。はい、ということでね、今回はまちょっと前にあの動画とかツイッターでもね話したんですけど、ケロイン先生にこうツイッターのねフォロワーさん1万人突破記念でもらった例の激辛焼きそば食べていこうと思います。まあね、こう正直ね、ここ1ヶ月なんか壺に入ってやったりとかなんかあのの、こうパロディとかちょっと頭おかしいことばっかやったんで、まあね、イルハート辛いのは苦手なんですけど、こうね、たまにはこうバーチャル YouTuber っぽい比較動画みたいなのをねやっていこうと思います。フリーフリーがいいすきできない。焼きそばの中で一番赤いから、まあ相当辛いんだなっていうのはわかるんですけど、なんかさあれですよね、なんかマックスエンド級になるとなんか焼きそばってもはやパスタになるみたいになって何言ってるもはや焼きそばの域を超越した焼きそばみたいな感じなんですかね何言ってるか分かんないよ。はい、ということで、まあ、イルハート、本当に本当に辛いものが苦手なんですけど、まあね、もし放送できない何かが起きたら、まあ、こう急に画面が暗くなったりとか、こう見せられないよみたいなやつとかが出てくると思うんですけど、まあ、その時は、あ、なるほどなっつって、さしてください。はい、それじゃあね、早速食べていきたいと思います。いやね、なんかさっきね、ちゃんと飲むヨーグルトとアメちゃんを買ってきたんですよ本当に辛いの苦手なんですよ、もう。ということで、いただきます。なんかどういう企画なんですか？ね、なんかあのこう激辛焼きそば実は辛くないドッキリみたいなやつなら、まあ、まあわかるんですけどえ、ただのパスタじゃないですか？いや、さすがにあの私でも、さすがの私でもね、これで辛い演技はちょっとできないですよ。え、てかちょっと信じてヨーグルト買ってきましたとか言って、私バカみたいじゃないですかいやー、まあね、これただの私がご飯を食べる回になっちゃうんですけど、まあ、まあね、こう平和な、こうバーチャル YouTuber らしい平和な回を目指すんなら、まあこれもねありかなとは思うんですけど、え、でもせっかく、まあ、ケロイン先生からもらった焼きそばはどうするんですか？辛いの苦手ですけど。でもケロイン先生がくれたマックスエンドの行方はみたいな感じじゃないですか。普通に美味しい。なんかあれですよね、まあ美味しいからいいんですけど、ていうかなんて言うんだろう、こうなんかすごい本当に辛いの苦手なんですよ私。だからだけど、こう動画のためにこうね、辛いものを食べて取れ高をみたいなってで、あの、しようと思っ
ってこうせっかくねこうヨーグルトとアメちゃんも買ってきたんですよ。チョコレートも入ってるんですよ。まあ関係ないんですけど、バーチャルパスタまあね、こう正直ね、こんなパンまでさ用意してまでこうはめることなかったじゃないですか。まあせっかくなんでパンも食べますけど、いただきます。なんかいい匂いする。いただきます。すごい時間を要しましたけれども、無事試食いたしましたまあね、こう正直ね、パンをね、パンに挟んであったからこうギリギリこう放送事故にならずに済んだみたいなところありますね。いや、なんか直で行くと喉がやられるとかマジでやばいみたいなの見てたんで、本当にねこれはラッキーでした。ありがとうございますまあね、そうあれね、まあ、辛いものは辛いんで、ちょっとヨーグルト飲みながらすごいくぶつけた。はあ、だからね、ということでね、まあ、けどいい先生、ありがとうございました。今度はね、今度は2万人記念かな、2万人記念は、こう、イルハートの好きな、こう、キャラメルとか、チョコレート、アイス、マカロンとかね、甘いものをお待ちしてますので、よろしくお願いします。いや、もうほんと残り食べてください、辛いんで。あ